にちは。早速ですが質問です。令和4年における国内で死亡した日本人の数は何人でしょう。厚生労働省の人口動態統計によれば、令和4年における日本の自殺者数は概数で1568961人、令和3年よりも129105人、率にして 8.9% 増え、1899年に統計を取り始めて以降過去最多人数です。この中に芸能人は何人ほど入っているでしょうか。今回は死去した芸能人たちに関する歴史の糸をたどっていきましょう。橋田壽賀子、ホームドラマを定着させた立役者である橋田壽賀子さん、2021年4月4日9時13分に静岡県熱海市の自宅にて死去しています。享年は95歳。死因は急性リンパ腫によるものでした。夫の岩崎義和さんを死去の約30年前に亡くしており、子供はいないこともあり、橋田ファミリーの泉ピン子さんが最後を看取ったとされます。すでに90歳を過ぎた頃から終活について取り組んでおり、自身の所有物の処理をはじめ成人後見人を立てるなど準備は整えていたことをインタビューで明かしています。また2017年には安楽死を希望していることで話題を呼び、高齢者の死に方についての問題提起を語っていました。しかし体調不良は悪化し、21年2月下旬に東京都内の病院に入院。それ以前から月2回の投薬と血液検査をしていたとされていますが、発病時期については不明。その後本人の熱海に帰りたいとの希望で熱海の病院に転院したようです。最後は自宅での気持ちもあってか、亡くなる前日に退院し熱海の自宅へ戻ってきたばかりでした。最後は安楽死でこそなかったものの、人工呼吸器のカニューレを外すことを決め、苦しまずに眠るように亡くなったと言われています。藤島メリー、ジャニーズ事務所で名誉会長を務めていたジャニー北川さんの姉である藤島メリー康子さん、2021年8月14日午前7時35分肺炎のため都内の病院で死去しました。享年は93歳。ジャニーズ事務所によると、葬儀は個人の意思により近親者のみで執り行ったそうです。風間るみ、高校生でキックボクサーとしてプロデビューし、1986年にジャパン女子プロレスに入団した風間るみさん、2021年9月21日に死去が確認されています。風間るみさんは生前歌手やグラビアの芸能活動も行うなど、アイドルレスラーとして人気を集めた。1992年にジャパン女子プロレスを脱退後、 LLPW を設立、代表取締役社長兼現役レスラーとして活躍し、2003年に引退しています。8月の引退試合では盟友の神取忍さんらに担がれ完全燃焼です。18年間ありがとうございましたと笑顔でリングを去りました。死亡が確認される前日の2021年9月20日18日以降、連絡がつかないことを不審に思った知人が都内の自宅を訪問したところ、意識不明の状態で倒れている風間るみさんを発見したそうです。9月22日風間るみさんが社長を務めていた LLPW が現社長の神取忍さん名義で公式サイト上に声明を発表。室内での病死であり、事件性はなく、新型コロナウイルス感染症や自殺でもないことを説明しています。遺体は遺族のもとに搬送されており、死因は病理解剖で特定中と発表しています。マスコミの取材に応じた神取忍さんは、3月27日に東京靖国神社で行われた01奉納プロレスで、靖国の時もそうだったけどお腹が痛いんだよねと言っていた、病院に行った方がいいよと言ったんだけど注射が嫌いで行かなかった、それにこういう時期だから病院に抵抗があったのかなって、そこが悔やまれるねと風間るみさんと最後に会った時のことを明かしています。2021年8月31日には風間るみさんがツイッター公式ブログで激痛や発熱、肩月経、
立てなくなるほどの貧血の症状について、私今月の最初にボディメンテ月間にしようと意識してみたんだけど、その願いが叶ったかのように次々と体の悪いところが浮き彫りになっていった月になったんですと語っていました。また急性胃炎だったり生理は2回来て、2回目は久々の子宮内膜症の痛みが、この痛みが出ると食欲も落ちて食べれなくなるんだけど、今回は月経過多も重なりひどい貧血状態に。中学くらいまで低地で貧血気味なことはあったけど、大人になってこんな状態は初めてと公式ブログにて子宮内膜症を持病に持っていたことを明かしています。ブログ内では突然目がクラクラしてきて、文字が二重に見え始め、立っていることが辛くなってきて、やばい倒れるかも、こんなところで倒れられないよと、ドラッグストアの休憩所で蛍光補水液を飲んだことも綴られていました。そのため死因は子宮内膜症に関連したものではないかと言われています。しかし今日まで彼女の死因は公表されていません。細木和子、2021年11月10日細木和子さんの死去が報じられ、世間の注目を集めました。細木和子さんの娘で戦術家の細木香織さんは、悲しい出来事がありました。母細木和子が呼吸不全で8日に満83歳で永眠しました。突然のことでした。数日前にはうなぎが食べたいと言って美味しそうに食べていたのに、ケーキを持って帰ると喜んでいたから、母の分のクリスマスケーキも予約していたのに、いつかは訪れることだと分かっているけど、いざ直面すると想像以上に悲しいです。でも引退してからは自宅で気ままに過ごし、ひ孫と笑顔で楽しそうに遊ぶ姿は、あの頃とはまるで違う優しい表情でした。昔から病院で行くのは絶対に嫌だって言ってたけど、その通り入院することなく自宅で過ごせたし、希望通り家族が見守る中自宅で最後を迎えたことは良かったのかなと思います。幼い頃からたくさんの愛情を注いでくれて、今ある幸せはバーバのおかげと痛感しております。バーバお疲れ様でした、そしてありがとうございましたと報告。細木和子さんは占い師として自身の余命や寿命についてたびたび言及をしています。自身の寿命についてかつて250年と発言をしていたことがありましたが、2014年頃の週刊誌のインタビューに応じた際には、余命は5年くらいだと思う、もう死に支度を始めていると発言をしていました。つまり自分の死に際について察知や予言をしていたことになります。その予言通りと言ってはなんですが、2021年に亡くなっており、その死因については呼吸不全だとされています。また以前は激痩せをした姿が報じられており、死亡説もささやかれていた細木和子さん、しかし大病などを患ったというわけではなく、寿命によって亡くなったとのこと。この寿命についても占いを的中させた細木和子さんは、ある意味最後まで戦術家としての仕事を全うしたのかもしれません。瀬戸内寂聴、大正から令和まで4時代を生きた作家兼僧侶の瀬戸内寂聴さん、2021年11月9日6時3分心不全のため京都市内の病院で死去しました。享年は99歳。亡くなる約1ヶ月前から体調不良のため入院療養していたそうです。瀬戸内寂聴さんは週刊朝日で美術家の横尾忠則さんと往復書簡老親友の内緒文と題して連載をしていました。しかし10月15日号からは、瀬戸内が風邪をひいてしまい寝込んでいるとして、秘書の瀬尾真奈穂さんが代理で連載を執筆したとのこと。その後11月19日号まで6号連続で代理執筆が続いていたようです。また近年の瀬戸内寂聴さんからは自身の死を意識した言及が多かったとか、2020年6月19日号では自分の死がいよいよ近づいてきたと感じると綴っており、また1月22日号では、私は多分
今年死ぬでしょう。数え年で100まで生きたと人々は褒めそやすでしょうと述べていましたが、2月26日号のインタビューでは、死ぬまでにもう一本長編小説を書きたいのよと抱負を語っていたようです。瀬戸内寂聴さんが休んでいる間は連載中の往復書簡で秘書を通じて瀬戸内寂聴さんの様子が報告されていました。10月22日号では、瀬戸内の様子はおかげさまでだいぶ良くなりましたと述べていたものの、10月29日号では風邪をひいて治りかけていた瀬戸内の体調がまたぶり返してしまったと綴っています。一方で弱っている瀬戸内を見ると最近特に不安になります。私にとっては無敵な存在だったからです。100歳という数字を見れば誰でも高齢者ということはわかりますけれど、瀬戸内はそういう括りに入らず、いつも超人的に元気だったからです。しかしこの頃はそうではなく、風邪でもひかれるとそれが命取りになることもあるので、私はいつも怯えています。願いは無事に年を越せますように、5月の100歳の誕生日を迎えられますように、それだけですと不安も記してありました。瀬戸内寂聴さんの様子が最後に紹介されたのは11月5日号で、そこにはだいぶ体調は良くなり、普通に冗談も言え、アイスクリームも食べ、いつもの瀬戸内に戻りつつありますが、しばらく寝ていたため体力が落ちており、書く気力がまだ起きない状況です。最近リハビリも開始し、体力を戻すために歩き始めたりしているので、ご安心くださいと書かれていたとか。石原のり子、2022年2月1日に亡くなった石原慎太郎元東京都知事の妻である石原のり子さんが2022年3月8日に死去しました。享年は84歳。石原のり子さんは1938年落下傘の紐などを製造する紡績会社東洋アサイトに勤めていた父親の石田浩二さんが彦根工場に赴任し、召集令状を受け中国戦線に出征した後、母方の実家のある広島県広島市小井町で生まれました。石田浩二さんは石原のり子さんを一度も抱くことなく戦死したそうです。1955年12月に小学生の時からの知り合いだったという小説家の石原慎太郎さんと17歳の時に結婚。石原慎太郎さんとの間には信明さん、吉住さん、弘隆さん、信弘さんの4人の子供を設けています。長男で元衆院議員の信明さんはツイッターで、父慎太郎が亡くなってから寂しいわねと母はとても悲しんでおりました。大好きだった父の隣に寄り添うべく旅立ったのだと思いますと報告しています。石原のり子さんは60年以上支えた夫の死後、約1ヶ月で後を追うように亡くなりました。ただこれは珍しいことではないらしく、信明さんの投稿のコメント欄には、うちの祖父母も1週間空けて立て続けに亡くなりました、1月に父親が逝去し、その年の12月に母親が亡くなりました、長く連れ添ったからこその現実なんだなと心に言い聞かせましたなど、身近な夫婦のエピソードが綴られていました。野村明子、1949年に劇団俳優座養成所の第一期生となり、1952年に養成所を卒業した後、そのまま劇団俳優座に入団した野村明子さん、桜蔭高等女学校を卒業後、東京薬学専門学校に進学しています。実家が医療器具の卸業を営んでいた影響か、薬剤師免許を所有していました。専門学校を卒業した後は薬剤師として東京大学医学部附属病院に勤めていました。俗に言うリケジョだった野村明子さんは、東大劇研の芝居を手伝ったのがきっかけで演劇に魅了されたそうです。劇団時代の後輩であり、自宅も近かったことからプライベートでも親交が深かったという市原悦子さんと共演した家政婦は見たや山岡久乃さんの公認ポジションを務め、代表作にもなった渡る世間は鬼ばかりで名を馳せました。心情は
完璧に台本を覚えることと NG を出さないこと。2022年6月の下旬までは自宅付近で元気な姿を目撃されていましたが、それ以降近隣住民から野村さんの姿を見ていないと警察に通報があったため、7月1日に親族と警察が自宅を訪問したところ、寝室で倒れていたところを発見され、死亡が確認されました。享年は95歳。訃報は7月2日に各報道社から報じられています。警視庁麻布署によると、外傷や荒らされた形跡はなく、関係者への取材で死因は熱中症と判明。死亡日は6月29日と発表されました。島田陽子。2022年7月25日、島田陽子さんは大腸がんのために都内の病院で死去しています。享年は69歳でした。島田陽子さんの病気については、2019年頃から病を患っていたと言われていますが、それが公には知られていませんでした。島田陽子さんは引退することなく女優としての活動を続けていたため、その突然の訃報には多くの関係者が驚きました。最後に出演した作品となったのは、2022年に公開予定だった横山裕之監督のエヴァーガーデンで、島田陽子さんは主演を務めていたようです。なお、島田陽子さんは俳優業を引退した後に、長年の夢だったという映画制作に携わりたいと言っていました。映画監督なのか演出なのかまでははっきりとしていません。ただ映画制作に関する勉強をしている最中だったそうです。またプライベートでは宇宙葬の予約をしたことを報道されていました。生前整理や終活を早々と済ませていたようです。宇宙葬というのは、遺灰などを収めたカプセルをロケットに乗せて宇宙に打ち上げて、そのまま散骨するという形式のものです。予約をした際に島田陽子さんは、生きているうちには行くことができないであろう宇宙に、亡くなった後に行くことができるというのはとてもロマンティックだ、亡くなってからも楽しみがあるのもとても素敵なことだと語っていたようです。しかし島田陽子さんには子供がおらず、残された家族は2人の妹だけであり、その妹たちは島田陽子さんの不倫や借金などの問題により、かなり以前から疎遠になっているそうです。そのため葬儀は関係者数名のみで行われ、その後の遺体引き取りを拒否していると言われています。市田ひろみ。稽古事として習っていた茶道裏千家や華道未生流の師匠である長岡ひろみさんに推薦され、映画会社の大映に所属した市田ひろみさん。当時市田ひろみさんの母親は京都ホテル内に2店舗目の美容室を開業して、京都の染色メーカー問屋、呉服屋などの広告ポスターカレンダーでモデルや女優に着物を着付ける仕事をしていました。市田ひろみさんが女優生活を終え、母親の仕事を手伝っていた昭和39年頃、室町の呉服問屋から声をかけられ、デパートの呉服売り場で着付けを実演する着物教室の講師を手探りで始めたところ、女性の新しい仕事として新聞雑誌がこれを紹介するようになります。全国の百貨店を回って実演するうちに、市田ひろみさんの名前が売れて人が集まるようになったとか。また橋爪功さん主演のテレビ朝日系ドラマ京都迷宮案内シリーズに出演し、主人公たちが下宿する旅館の女将役を演じるなど、1990、2000年代にかけて再び女優としても活動し、2017年には23年ぶりにトーク番組徹子の部屋にゲスト出演していました。そんな市田ひろみさんですが、2022年8月1日午後5時50分急性呼吸不全のため京都市上京区の病院で死去しています。享年は90歳。葬儀や告別式は近親者のみで行われたそうです。森花恵。ファッションデザイナーの森花恵さん、2022年の8月11日に老衰のため死去しました。享年は96歳。森花恵さんは島根県生まれで、1951年に新宿で洋裁のスタジオを設立してからは、狂った果実や太陽の季節など
当時の人気映画の衣装を数多く手掛けていました。1965年にニューヨークで初のコレクションを発表し、日本の伝統と西洋のファッションを融合した独自のスタイルで称賛を浴びています。1977年にはパリにメゾンをオープン。これはオートクチュール組合に日本人および東洋人として初めて加入が認められた例でもあります。その後も艶やかな色彩美やエレガントなシルエットなど優美なデザインでコレクションを展開し続けており、ショーのモチーフは森英恵さんの代表的なアイコンの一つ。森英恵さんは世界的なファッションデザイナーだったため、その死去は国内だけではなく世界的に報道されました。松原千明、女優すみれさんの母親でハワイで一人暮らししていたという女優松原千明さん、2022年の10月8日に急死していたことが判明し、その死因をめぐって様々な情報や憶測が飛び交っています。そうした中でタレントラジオパーソナリティの浜村淳さんが50年近く放送された長寿番組ありがとう浜村淳ですの中で松原千明さんの死因について密かに噂としましては、危険な薬物、よう言われます麻薬とか覚醒剤の影響があるんじゃないかと語り波紋を呼びました。アシスタントから危険な薬物は使ってらっしゃらなかったそうですけどね、薬物の記事は出ていないそうですと指摘されましたが、浜村淳さんははっきりそれを書いた新聞もあると語り、違法薬物の使用に関する報道もあると主張していました。結果ラジオ番組のネット配信サービスラジコでは後に該当部分がカットされ、ありがとう浜村淳ですの公式サイトには11月17日の放送にて松原千明さんご逝去のニュースを話題に取り上げた際、メインパーソナリティの浜村淳氏が事実確認が十分になされない内容を主張する部分がございました。番組内で複数回訂正をいたしましたが、訂正が不十分であったと認識しております、関係者の皆様にお詫び申し上げますと謝罪コメントが記載されました。ちなみに松原千明さんが薬を摂取していたとの情報は最初に訃報を伝えた週刊誌女性セブンに書かれており、石田純一さんはこの報道について、精神安定剤がだんだん強くなっていったのかもしれないです、薬自体が、ただ医学的には分かりませんが、彼女はお酒との組み合わせがあまり良くなかったように聞いていますと語っていました。サンケイスポーツも松原千明さんが5年ほど前から精神安定剤を服用し、お酒と一緒に飲むこともあったと話す関係者もいると伝えています。ただ松原千明さんが覚醒剤などの違法薬物を使用していたとする報道はなかったようです。秋竹城個人事務所オフィスアキコは2022年12月20日に、2022年12月15日秋竹城が75歳にて永眠いたしました。ここに皆様からの生前のご厚誼に深謝し、謹んでご報告申し上げます。約2年前に大腸がんを患い闘病しておりました。元気な秋竹城でご挨拶したいと本人の希望もあり、公表せずに治療を続けてまいりましたが、今週に病状が悪化してしまい、このようなご報告となってしまいました。応援してくださった皆様、お世話になった関係者の皆様にこのようなご報告を差し上げることは大変残念でなりませんが、本人は全ての皆様へ感謝の気持ちでいっぱいです。誠にありがとうございました。マスコミ各社様にはどうぞ本人の気持ちに寄り添っていただき、取材はご遠慮くださいますよう切にお願い申し上げます。通夜並び葬儀につきましては、すでに近親者のみにて執り行いました。後日お別れの会を催す予定はございません。供花お香典に関しましても固くご辞退申し上げますと秋竹城さんの死去を発表しました。秋竹城さんは中学卒業後に上京してダンサーとしてデビューしています。その後1970年代に女優デビューして以降は映画奈良山節子、男はつらいよ、マルタイの女、ドラマ
私の青空、どんど晴れ、天地人、万引き G メン、二階堂ゆき、シリーズなど数々の作品に出演し、名バイプレイヤーとして活躍を続けていました。山形弁なまりのトークや明るいキャラクターが受けて、バラエティ番組でも活躍し、秘密の県民賞極みや炎の体育会 TV などにも出演しています。しかし2020年をもって全ての番組を降板し、表舞台から姿を消しており、2020年9月に炎の体育会 TV を降板することが発表された際には、スタジオには登場せず電話出演という形となっていました。その理由をめぐって様々な憶測が飛び交い、病気による芸能界引退説なども浮上する中で、ニュースサイトニュースポスト7が今年2月に秋竹城さんの事務所に問い合わせ、突然姿を消した理由については、コロナ禍なのでしばらく仕事はお休みしています、ご依頼は全部お断りしている状況です、と説明していました。また秋竹城さんも代理人弁護士を通じてコメントを寄せ、年齢的にもコロナが怖いため仕事はお休みしている状況です、としていました。実際には2年前から大腸がんを患い、闘病生活を続けていたようです。高見知佳、立憲民主党の推薦を受け、2022年7月の参議院議員選挙愛媛選挙区に無所属で出馬するも落選したタレントの高見知佳さん、2022年12月21日に死去しました。享年は60歳でした。各報道によると、高見知佳さんは2022年12月21日13時半ごろに愛媛県新居浜市内で亡くなったといい、テレビ朝日の報道によれば死因は眼性腹膜炎とのこと。参院選で落選後の2022年秋ごろに体調を崩し、検査を受けたところ、卵巣や肺にがんが見つかり、11月から入院し治療を受けていたそうです。高見知佳さんは中学生時代の1978年にのど自慢番組への出演がきっかけでスカウトされ、同年に芸能事務所田辺エージェンシーからアイドル歌手としてデビューしました。歌手デビュー後は明るいキャラクターにより、アイアイゲームや所さんのただものではないなど、様々なバラエティ番組や CM に出演し活躍。女優としても活動し、映画蒲田行進曲などに出演していました。また1988年から1994年にかけては情報ドキュメンタリー番組追跡の司会を務め、1995年から2000年にはスタジオパークからこんにちはで司会を務めていました。プライベートでは2001年7月にメキシコ系アメリカ人コーディネーターで12歳年下のマーク・エスパーザさんと結婚、2002年に長男を出産しましたが、2018年に離婚し、離婚後は母親の介護のため愛媛県新居浜市に長男を連れて移住しています。2022年12月は CCP のボーカル&ドラマー龍浩二さんや、俳優タレントの渡辺徹さんなど数々の芸能人の訃報が伝えられた時期でしたが、高見知佳さんは少し前まで元気に活躍していたため、ショックの声が相次いでいました。大橋純子、1970年代後半から80年代前半にかけてシルエットロマンスや黄昏マイラブなどのヒット曲を生み出した歌手の大橋純子さん、2023年11月9日に73歳で死去しました。大橋純子さんの死因は明らかになっていません。ただ2018年3月に定期検診の胃カメラで早期の食道がんが見つかったことを公表しており、2023年3月には食道がんの再発が発覚しています。公式ホームページでは以下のように発表されていました。弊社の大橋純子、いつも応援していただき誠にありがとうございます。2018年に食道がんを患い休養後、2019年より活動を再開しておりましたが、定期検診をする中再発していることが判明いたしました。2023年も様々な公演を控える身ではございますが、
医師の診断と先々の音楽人生のことを鑑み、大変残念ではございますが、4月以降の公演を中止させていただき、しばらくの間療養に専念させていただくこととなりました。そのため最初の発覚と死去までの期間が離れていないことから、死因は食道癌だろうと予想されています。夏真由美、モーニング娘。いや AKB48 などアイドルグループの指導育成を担当し、1998年の長野五輪閉会式の振付考案や NHK 紅白歌合戦のステージングを20年以上も手掛けていた振付師演出家の夏真由美さん、2023年6月21日に急死しました。享年は61歳。夏真由美さんの訃報は2023年3月に著書「人はいつでも誰だってエースになれる」「心と体が輝く夏」の言葉を出版したビジネス社が伝えました。それによると、夏真由美さんの死因は癌とのこと。遺族の意向で葬儀は近親者のみで執り行い、8月下旬にお別れの会が行われています。夏真由美さんは初期のモームスの指導育成を手掛け、厳しい指導だけでなくモームスの代表曲ラブマシーンや恋のダンスサイト、ハッピーサマーウェディングなど数多くのヒット曲に独特でキャッチーな振り付けを行い、モームスの人気上昇に大きく貢献しており、メンバーたちからはスンクさんは生みの親、夏先生は育ての親とも言われていました。そんな中での訃報だったため、多くのモームスファンからは衝撃の声が相次いでいます。なおその後の報道によると、夏真由美さんは7年前に癌が発覚して5年前から治療を受け、一旦は寛解しましたが2年前に再発したといい、2ヶ月前には体調を崩して入院していたとのことです。奈良岡智子、1954年の年賀女工で初めて主役を演じ、イルクーツク物語のワーレ役や奇跡の人のサリバン役などに出演し、劇団の中堅女優として活躍した奈良岡智子さん、2023年3月23日午後10時50分肺炎のため東京都内の病院で死去しています。享年は93歳。葬儀は同月の26日に近親者のみで執り行われ、名で劇団民芸演出家である丹野郁美さんが喪主を務めたそうです。なお個人の意向によりお別れの会は執り行われていません。菅原初代、テレビ東京で放送の元祖大食い王決定戦や大食い女王決定戦など数多くの大食い番組に出演し、魔女菅原の愛称で親しまれていた菅原初代さん、2023年3月9日に死去したことが報じられました。享年は59歳。菅原初代さんの訃報は本人のツイッターで、3月9日深夜、菅原初代は永眠いたしました。長い間お付き合いいただきありがとうございました。故人に代わりご報告させていただきましたと伝えられました。菅原初代さんは2008年に元祖大食い王決定戦で初優勝し、大食いタレントギャル曽根さんに次ぐ2代目爆食女王となり、3年連続の優勝で殿堂入りも果たし、その後も2019年と2021年にも大食い女王決定戦で優勝しています。他にも昨年6月までは水曜日のダウンタウンなど様々なバラエティ番組の大食い企画に参加していたほか、自身の YouTube チャンネルでは4代目爆食女王のアンジェラ佐藤さんなど様々な大食いタレントとコラボし大食いを披露していました。それだけに突然の訃報には驚きの声が相次いでいるのですが、菅原初代さんは2022年6月に岩手盛岡にある自宅の一角でオープンした手作りパン屋カンパーニュを突如閉店し、大病により体力が落ちていることを明かしていました。その際には詳しい病名を明らかにしていなかったものの、2022年6月に医者から大腸がんのステージ4と
診断されていたことを公表したため、死因は大腸がんではないかと予想されています。高井美希、2023年1月25日に総合編成局アナウンスセンター所属の高井美希アナウンサーが死去していたことを毎日放送が発表しました。毎日放送の広報部は社員の死去については公表しておりませんが、今回はいろいろな番組に出演していたため、なぜ出ないのかという質問について、亡くなったからですとお答えするため公表しました。新型コロナウイルスに関しては関係ないということだけはお伝えできます。と告げ、死因の詳細を明かしていません。そのため視聴者やファンからは、明かせない死因なら自殺ではないかと疑惑の目を向けられています。そんな中、発表からわずか3日後の1月28日に松尾隆さんが以下のツイートを投稿しました。心の病気で自死する人は多いが、それでも何とか踏みとどまってほしい。もちろん本人はものすごく辛いのだが、でもそれで行った後の残された人たちのやりきれなさ、自分を責める気持ちを考えると、やはり罪深さもある意味、殺されるより傷が大きい要素がある。どうかどうか早まらないで。タイミングからして、心の病気で自死する人という言葉が高井美希アナウンサーを指しているのは明らかだと指摘されたことで、高井美希さんの死因が自殺であると周知されました。そのためネット上では、高井美希アナウンサーの自殺の原因を探る推理ゲームが開催されました。その結果、自殺の原因には戦力外通告と更年期障害の2つが可能性として挙げられています。毎日放送は2021年4月にラジオ放送事業を別会社に移管し、テレビ単営局に移行しました。その影響でアナウンサーの配置や役割も変わっている可能性が指摘されており、高井美希アナウンサーは新年度、アナウンス室から管理部門に移動するなどの内示を受けていて、それが耐えられないほどのストレスになっていたのではと推測されています。また高井美希アナウンサーは55歳という年齢で、女性にとって更年期障害にかかりやすい時期でした。更年期障害によって引き起こされる症状は個人差がありますが、ほてりや発汗、不眠や倦怠感、頭痛やめまい、不安やイライラ、抑うつや自殺念慮などがあります。厚生労働省の調査によると、女性の自殺者数は50代が最も多く、そのうち約3割が更年期障害と関係していると推定されており、放置すると重篤な状態に陥ることもあるとか。そのため高井美希アナウンサーは、更年期障害による自殺念慮に苦しみ、それが原因で自殺したのではないかとされているようです。今回たどった死去した芸能人たちに関する歴史の意図はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。